お元気ですか？ボクシビです。今回はエポック2023広島東洋カーププレミアエディションベースボールカードでございます。で、昨日のね、北海道日本ハムファイターズ編に続きましてね、またね、今度はやりたいと思います。こちらもワンボックカード6枚入りで、ワンボックス6パック入りでございますので、早速やっていきたいと思います。では早速6パックやっていきたいと思います。まずはですね、1パック目でございます。秋山翔吾外野手でございます。で、こちらですね、松田選手のね、こちらでカードでございます。ルーキーでございます。牛田翔大内野手でございます。二俣翔一内野手でございます。中村隆博外野手でございます。野間隆義外野手でございます。二袋目でございます。小園海斗内野手でございます。で、床田弘樹投手でございまして、メタルパワーでございまして、こちらね、デビッドソン選手のね、メタルパワーでございますが、こちら限定品でございます。こちらがですね、40分の26でございます。見えますでしょうかね。はい、こちら限定でございます。さっきのメタルパワーとね、感じが違うのがね、よくわかると思います。で、続けていきます。久保修外野手でございます。矢崎拓也投手でございます。ライアン・マクブルーム内野手でございます。はい。3袋目でございます。高倉翔吾捕手でございます。で、森翔平投手でございます。で、こちら直筆サインカードが出ますね。二俣翔一選手のね、直筆サインカードでございまして、こちらですね、55分の12でございます。はい、続けていきます。斉藤裕太投手でございます。クリアレン投手でございます。大瀬良大地投手でございます。4袋目でございます。中村ケット外野手でございます。菊池涼介内野手でございます。で、斉藤裕太投手のこれキラ模様でございます。で、床田弘樹投手のこちらで、銀箔サインカードでございます。大瀬良大地投手でございます。西川龍馬外野手でございます。小袋目でございます。菊池和樹内野手でございます。こちらね、OB でございます。で、名原紀彦外野手のこちらね、金箔でございます。こちらはね、こちらとこちらはね、CR ナンバーは入っておりません。清水からと捕手でございます。栗林良治投手でございます。辻大河投手でございます。クリアレン投手でございます。
して最後の6袋目でございます。松本龍也投手でございます。で森下正人投手でございまして、でこちら辻大河投手ルーキーですね。こちらがね、こちら金箔サインカードですけど、こちらの方ね、あの光る方の仕組みカードでございます。こちらがね、限定品でございまして、40分の19となっております。松田竹下投手でございます。西川龍馬外野手でございます。で最後に那原典彦外野手でございます。以上でエポック2023広島東洋カーププレミアエディションベースボールカードの開封動画を終わりたいと思います。で、実は明日もやります。明日はですね、久しぶりの BBM バージョンでございまして、で今フランスに渡っています。あのラグビー日本代表のね、カードも出ましたので早速購入しましたので、やりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、もちろん前編後編に分けてやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。